wonder if in heaven if I'll still have you by my side. Cause I don't ever know if I'll ever let you go. I'll never let you go. Oh, cause you pick me up from out of the dirt. You give me feelings I don't deserve. まあ、なんか協力できることだったらぜひ興味お願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ごぼうの党の代表をやらせていただいてます奥野隆と申します。ごぼうの党とは、日本語で、守る、防ぐと書いて、ごぼうの党と名付けさせていただきました。私たちが掲げているのは誰とも争わない、もちろん戦争も含めて争いをしないということを掲げさせていただいてます。今ご紹介にもありましたが日本を代表する、アーティスト、そしてアクター、トップ YouTuber の方々に支持していただいた、まあ、戦後珍しい政党として、今ご紹介にありましたが、4ヶ月で今実は、TikTok と YouTube 入れて 1億8700万再生ですね。私が花を投げてしまったりとかしたんで、まあ、そんなことがありました。で、私は今日、この機会をいただいて、で、どのようなお話をさせていただこうかなと考えたんですが、私は、2つのアメリカというテーマについてお話をさせていただこうかなと思います。もちろん一つは、共和党のアメリカですね。で、もう一つは民主党のアメリカです。で、まあ、近代史を少し、思い返してもですね、第一次世界大戦も第二次世界大戦もベトナム戦争も民主党のアメリカが引き起こしているんですね。で、まあ、そんな中において日本は世界で唯一原子爆弾を2回落とされた国なんですね。で、その原子爆弾を2回落としたのも、まあ、当然民主党のアメリカの時代なんです。なんで私は守る防ぐと書いてごぼうの党という党を立ち上げさせていただいたんですが、これから世界が混沌とした中でどのような状況になっても日本人の私たちは決して争わない、そしてもう戦争になってしまうという状況でも絶対に戦争を回避しようという強い信念を持って政治活動を行っていきたいというふうに思っています。今日私このテーマになぞって2つのお話をさせていただこうと思います。1つはアインシュタインの話です。これは皆さんご存知の天才物理学者アインシュタインという方がおられたんですが、この方が生前亡くなる前に娘さんに対して手紙を書いてるんですね。愛の爆弾っていうふうに検索したらヒットするかと思います。そのお手紙の中で、実は宇宙のエネルギーの中で一番強いエネルギーは愛のエネルギーなんだよということを亡くなる前に娘さんに対して手紙を書いてるんですね。ただこのことについては、私は物理学者なのでバカにされたり笑われたり、そして人類がこのエネルギーを解明するのにあと数十年かかるかもしれない、だからこのことはお前の胸にだけ秘めておきなさい、ただ私は世界でお前にだけは真実を告げる必要があった、なぜなら私はお前のことを愛してるからだ、まあ、こういう手紙をアインシュタインは残して亡くなったんですけども、その手紙の中には方程式も書いてあるんですね。その方程式には光の事情のスピードで増幅する世界宇宙最強の一番大きな強いエネルギーだっていうふうに書かれていたそうです。そして愛というのは与えること許すことだというふうに
定義されていたそうです。与えること、許すこと、これを私は考えた時に、一つ浮かんだことがありまして、二つ目のお話なんですが、戦後焼け野原になったここ、私たちがいるここ東京に、アメリカ兵のジープがやってきて、子供たちにチューインガムとチョコレートをくれたそうです。で、小学生の少年がそのチューインガムとチョコレートをもらって、まあ、当時の子供なんでとても素直ですから、お母さんにこれ食べてもいいのって聞きに行ったそうです。当時日本人はアメリカ兵とイギリス兵は鬼畜米英と言って鬼だよっていうふうに教育されていたので、当然お母さんは息子に対してそんなもの食べたらダメでしょっていうふうに怒るのかと思いきや、お母さんは違うことを言ったそうです。なんて言ったかというと、あ、そうと、ありがとうって言ったの、ありがたくいただきなさい、お母さん明日その兵隊さんにお礼に行ってくるね、そして自分たちも食べるものがないのに少しのお米と少しの大根を持ってその兵隊さんにお礼に行ったそうです。当時東京大空襲は2400万発という焼夷弾という爆弾が東京に落とされました。2400発じゃないんですね、2400万発の爆弾が落とされて、文字通りここ東京は焼け野原になりました。お兄ちゃんも戦争から帰ってこない、お父さんも死んじゃった、学校の先生も愛する人も友達もみんな死んじゃった。2400万発の爆弾を落とされて焼け野原になって、小学校の息子だけ残されて、その息子が嬉しそうに、お母さんチューインガムとチョコレートもらったよって、これ食べてもいいって、そしたらお母さんはありがとうって言ったの、ありがたくいただきなさい、お母さん明日その兵隊さんにお礼に行ってくるね、これが日本人なんですね。そしてこのお母さんのエネルギーよりも強いエネルギーがあるんだろうかって私は思います。アインシュタインが言った与えること、許すことが愛なんだよ、これがブラックホールを発見して相対性理論を発表したアインシュタインじゃなかったら、私たちは鼻で笑うかもしれません。でもあの天才物理学者アインシュタインが、宇宙で一番強い大きなエネルギーは実は愛なんだよ、この会場にいる私も含めて誰もバカにできないと思います。もしアインシュタインが言うように、愛のエネルギーが、与えること、許すことというエネルギーが、この宇宙のどのエネルギーよりも強くて偉大なエネルギーなのであれば、私はこの今お話しさせていただいたお母さんのように、戦いを避けて戦争を避けて、どうにか争いのない世の中を作ろう、それを心に持って声に出して行動し続けるのが私たち日本人の役割なんじゃないかっていうふうに強く思っています。そして冒頭、私は2つのアメリカっていうふうに言わせていただきました。共和党のアメリカと一緒に、私が今言わせていただいたような争いのない世界を構築できればいいなというふうに思っています。私は政治活動をしていく中で誰にバカにされてもいいです。ただ私は愛のエネルギーを信じています。これで本日の私のスピーチを終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。